タウポタウポの位置タウポはニュージーランド北島中部にある都市。オークランドから約278キロ南に位置し、ワイカト地方の都市である。人口は22,300人。タウポタウポはニュージーランド最大の湖であるタウポ湖北東岸に位置する。タウポ湖からはニュージーランド最大の川であるワイカト川が北へ向かって流れ出しタウポ北港にはニュージーランドで 最も観光客が集まると言われる深フォールがある。タウポは火山活動が活発な一帯の中心部に位置しており、地熱発電事業が活発であると同時に入浴に適した複数の温泉を抱える。活火山田原山がタウポの町から東に6キロメートルに位置する。またタウポの周辺には複数の森林地帯が存在する。 タウポの北東部には重要な温泉が点在している。タウポは、オークランドとウェリントンを結ぶ国道1号線と国道5号線上にあり、タウポコ南岸の町であるトゥランギからおおよそに北に5 3トルの場所にある。また、ニュージーランドの中でも珍しく、町の中心部に鉄道が存在しない。タウポは、特に夏が中心の観光都市である。 タウポの町からは、タウポ湖南岸の向こうにそびえ立つ、世界遺産、トンガリロ国立公園の山々を一望することができる。加えて、タウポでは、スカイダイビングや、ジェットボート、パラグライダーといったアクティビティを行うことも可能である。タウポの周辺には、世界最大規模の人工林であるカインガロア森林を含む松林が広がる。そのため、林業が盛んである。 加えて、地熱に恵まれていることから、地熱発電事業も展開している。ワイラー系地熱発電所は、町の中心部から数キロメートル離れたところに、一致している。歴史的に火山が、気象に影響を与えたという意見もある。クライメートデータ。2は、2007年11月2日閲覧。北塩原村福島県市町村洋蘭2015福島県市町村振興協会。 ありがとうございます。